目を覚まして、目を覚ましてください。こちらです。魔力を感じて、それを解放してください。
来たね。ようこそ時の塔へ、マスター。力はもう覚醒しているようですね。あなたの腰にある瓶が霊魂で満ちています。泉に注ぎ召喚をしてください。私の存在意義は剣にある。他にはない。良い人形です。どうぞお使いください。異なる世界の魂を実体化させ、ご自身のために戦わせることができます。はい、マスター。すべてを忘れてしまわれたようですね。これはあなたが持って生まれた能力です。これはイルミンズールの鏡の破片。まだ時空の守護者の魔力が残っています。破片は塔のあちこちに散らばっています。記憶を取り戻すため、鏡の破片をすべて探し出してください。私はあなたに仕える侍女です。ご用の際はお申し付けください。
イルミンズールの鏡、それはかつて時空の守護者エレキシュガル様のものでした。時の塔、未完成の遺物、ここでは各時空を管理していました。今は魔物の巣窟となっています。どうかお気をつけを。すでに時空は乱れ、混沌の魔物がこの世界を侵食し始めています。時空の守護者の魔力を受け継いだあなただけがこの厄災を鎮めることができるのです。本気で行くぞ。野花の香り、楽しみだわ。これで満足か？私の権威はこれだけじゃないぞ。これは訓練前の準備運動だ。私は誰より、注意するんだ。ここは僕の記憶と違って仕掛けがいっぱいあるみたいだから。お気をつけを。この先から嫌な気配を感じます。戦闘開始だ。そして切る。剣のために生き、剣のために死ぬ。you
ほどの力を。どこから来たのですか？私は時の司祭、落者。ここはかつては守護者様の庇護のもとにありましたが、今ではこのように荒れ果て、さまざまな魔物が徘徊しています。人間よ、早々に立ち去りなさい。
マスター、目を覚ましてください。魔の者はいずれ逃げ場をなくすでしょう。魔の者はいずれ逃げ場をなくすでしょう。私はルニア公国の王女ユリア。
ご迷惑でなければ同行しても。フェイダ、この魔装に誓い、お前の力となろう。フェイダ、この魔装に誓い。成功の収集者ルダ。凡人、私の美貌を褒めたたえなさい。そして信徒になりなさい。私はルニア公国の王女ユリア。目に映るは血の花だけ。この混沌の気配、そうか、何時も同類なのか。なぜだ、どうして貴殿も虚空の境に入ることができる。なぜだ、どうして貴殿も虚空魔の者はいずれ逃げ場をなくす。私はフェイダ、この魔装に誓い、お前の力となろう。お帰りなさいませ、マスター。